皆さんこんにちは、伊沢です。それではシビラゼーション5の実況を進めていきたいと思います。さて、ダレイオス一世と戦争中で今のところ、ですがペルシアの首都は落として、ペルシアは今持ってるのは都市2つだけですね。アメリカの首都であるワシントン、ここを攻略すればゲームクリアです。勝利で終わります。ちょっと間に合うか分かりませんが、エジプト付近に置いてある、航空母艦を南米まで移動させます。戦艦も回しましょう。で、空挺部隊はこの空中投下という、のを、選択できます。自国領内にいる場合にこのユニットは5タイル先にパラシュート降下可能と。ただこれ自国領内のみなんですね。まあ足は速いです。でその後も移動可能と。これがこのユニットのいいところですね。こんなところにキャラベル船がいたので倒しておきました。駆逐艦は探索させてたんですが、もう衛星の研究完了して役目を終えましたね。適当なところで待機させておきましょう。こんなところで空挺部隊を作った覚えはないんですが、都市国家のバレッタから送られたようですね。今南米付近、エジプト付近にある、空母を南米まで移動させたいんですが、移動させるつもりなんですが、ひょっとしたら、その前にゲームをクリアしてしまうかもしれません。もうかなり適当に生産物を決めていってます。まあ拒否しておきます。ダレウス一世からの、
和平提案ですが。さて、テグ。これペルシアの都市になってますが、まあ、朝鮮から奪ったものですね、ペルシアは。では、ジュネーブに進行します。なかなか守りは固いですね。ペルシアよりも、ひょっとしたら手強い相手かもしれません。駆逐艦まで保有してますね。防御力高いですね。駆逐艦にぶつけてみましょう。駆逐艦対駆逐艦。まともな海戦は初めてな気がします。戦艦に援護させましょう。これで、ジュネーブの駆逐艦を沈めました。さて、この航空母艦は決戦に間に合うかどうか。リサイクル工場というのが作れるようになったんですが、効果がよくわかりませんね。アルミニウムが作れるようになる。資源として増やせるんですね。ただ、もう余ってるような状態なんで、あんまり意味はないですね。それぞれ反撃。おっと、駆逐艦が破壊されました。ああ、戦争でユニットを失うのはすごい久しぶりですね。ジュネーブ強いです。
おそらくこれでいける。ああ足りませんね、強いですジュネーブ。おそらくこれでいきます。なんとかジュネーブを占領しました。都市を併合します。陸路が開けたので、もう特に航空母艦に、こだわる必要もないのですが、まあ、せっかくなので使いましょう。東京で大帝国とが誕生したんですが、ピュアテス、ピュテア、ピュテアス。さすがに南米は行かせるのも間に合いませんね。空挺部隊はかなり足が速いですね。やっぱり歩兵に比べて戦闘力は5低いんですが、これはこの能力は特性はかなり使いやすいです。というわけで、テグを占領しました。都市を併合します。ここにフリゲート艦、これはペルシアのユニットですね。攻撃しておきましょう。もう、右下のマップ真っ白ですね。日本の領土であるということを示しています。新しい、テクノロジーの研究と核分裂反応、これの研究が終わると原子爆弾と原子力発電所の建設が可能になります。
てアメリカとの戦争の準備です。ちょうどいい時間なので、今回はこれまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。